ウクライナで90年代末に生産されたヤムズ t に、トロリーバス2001年のウクライナとロシアとの政府会談 AM、マカロフ U ジュニー機械製造工場、または PAU ジュマシュ、ウクライナ語。ロシア語、ゼー。リトラリー、AM マカロフ記念南部機械、生産共同体製造工場は、ウクライナの宇宙ロケットや農業機械や、バスや、 トロリーバスや路面電車や、風車や人工衛星の製造会社である。ドニュプロペトローシクにある、国営企業である。第586工場は、かつて第一設計局の2-88の、所長だったアカデミー会員のミハイル・ヤンゲリによって、主任設計者たちの部門を、自律的な586設計局分割して、1954年に、 ミサイル生産を始めた。ミサイルに低温推進材の使用を指示したセルゲー・コロリオフとは異なり、ヤンゲリは液体燃料技術を優先した。ヤンゲリの586設計局は、貯蔵可能な液体燃料を使用した弾道ミサイルの開発を推進するために設立された。 第586工場は1966年に、ユージュニー機械製造工場に改名され、続いて、ユージュノエ機械生産共同体、または、ユージュマッシュになり、ユージュノエ設計局によって設計された、弾道ミサイルの生産に集中した。ユージュマッシュで生産されたミサイルには、ソビエト発の核ミサイルである、R、R-5M や R-12 や R-14、 や、ソビエト発の ICBM である R-16 や R-36、MRUR-100、R-36M MR が含まれる。ソビエト時代を通して工場は、年間120機の ICBM を生産する、能力を有していた。1980年代末に、ージュマシュは、RT-2PM にトパル MICBM の、 主生産工場に選定されたが、ソビエト連邦の崩壊に伴い製造会社となる可能性は消えた。ユージュマッシュは現在、ウクライナ最大の産業総合体の一つである。2003年1月時点においてユージュマッシュは1万3000人を雇用する。2001年の売上は3億3560万、フリブニアだったが2002年には1億2210万。 フリブニアに減った。さらにドニュプロペトローシクの生産工場であるパウロフラード機械工場を含むピボデン生産共同体は固体燃料ミサイルの生産に特化した。ユージュマッシュの重要性は1975年から1992年までユージュマッシュで勤務したウクライナ大統領のレオニー・ドクチマとさらに連携を強化することであった。 彼は1986年から1991年まで工場長を務めた。ユージュマッシュはソビエトのミサイル製造会社として ICBM や宇宙開発計画において重要な役割を果たした。ユージュマッシュの生産したロケット・ミサイルには以下のものが含まれるペレストロイカの開始後、ロケットやミサイルの製造は大幅に縮小され、ユージュマッシュは 部分的に民生用の機械の生産を行った。連接式のヤムズ T1 トロリーバスや、非連接式のヤムズ T2 が生産された。T2 の生産は継続され、近代的な定称のヤムズ E-186 と、共に生産されている。長年チーフマネージャーを務めたレオニー・ドクチマは後に、ウクライナの首相になり、1994年。 ウクライナの大統領になった。ありがとうございます。